長生きの秘訣です。よろしくお願いします。長生きの秘訣、一番落とし目した見合わせて、お金を払ってないと砂嵐になっちゃって見えないという、そういうものであります。番組内容どんなにひどくても、受信料がどんなに高くても、スクランブル放送にしてくれれば別にいいんですよ。嫌なら契約しないだけですから。私ご存知の方も多いかと思いますけれども、ちょっと肺がんになってしまいまして、半年ばかし寝たきり生活をしておりまして、今日は体力がゼロに近い状態で疲れてしまうんですけれども、 HP ゼロですか。まあまあ、いつ人間いつ何もできなくなるか誰にも分かりません。ただ自分が何もできなくなったときにですね、 NHK が今のまま元気いっぱいで夜中にやってきて居座ったり、日本の製品は宣伝しないのにサムスンだのファーウェイのスマホは喜んで宣伝すると、そういうことをやっていたら、後の世であの頃のおっさんたちは一体何をやっていたのかと怒られると思います。ただただそのうちに声が出るうちに何かしないといけないですよね。今日はそういうわけでスクランブル要求でもしますけれども、実はスクランブルにすると NHK は消滅いたします。というのはスクランブルにすると売り上げが半分以下になると予想されているからであります。今すぐには倒せないかもしれませんけれども、おっさんたちの力をですね集めてなるべく弱らせたいと思います。2割ぐらいのお嬢様方、8割ぐらいのおっさんの皆様、今日は誠にありがとうございます。今この公演はハレー衆がすごいことになっていると思います。 NHK はスクランブル放送にしろー、ネット聴取を許さないぞー。 ありがとうございます。お2段目の先頭車、はい、もうすぐまで出もするぞ。おー、できれば夜中に出るんだ。 NHK は変更報道をやめろ。NHK はこのデモを報道しろ。
アルバイトやめて。もっとまともなアルバイトをやんなさいよ。聞いてらっしゃい。NHK はスクランブル化しろ。NHK のネット聴衆を許せないぞ。NHK は嘘放送をやめろ。NHK は変更報道をやめろ。NHK はこのデモを報道しろ。NHK が報道するまでデモをするぞ。NHK が夜中に来るな。来るな。昼間も来るな。一年中来るな。永遠に来るな。昼間も来るな。上手じゃないですか。NHK に書いてもらう。来るときに日本語話せないよって勝手に思ってるから。NHK。頑張ってね。頑張って。NHK のネット聴衆を許さないぞ。NHK は嘘放送をやめろ。許さないぞ。NHK は嘘放送をやめろ。Ha ha ha!
撤去してやるから撤去していいか。でやるから。ちょっとね NHK はね新しい放送局を。もういいから黙ってもらっていいですか。長いねこの人。いいんだよ。いいんだね。NHK ね基地局長新しいね放送局これをね建てようと。しかもねこれ。